サントラっていうのの面白さの一つに、あの一つのテーマをいろんな風にアレンジして、あのいろんな場面に使うというのがあるんですが、これはシーズン5で、うまいやうまいやうまいやはぁはぁはぁって、あのメロディーをですね、河野くんはカントリーにして、夕焼けカントリーという曲にして、アフロからカントリーになる、すごいよね。その変わった面白さを聞いてください。楽しい曲でしたね。